スペシャリティアイマスクをつけます。用意するものは透明の OPP とシールです。まず透明の OPP の中にマスクを入れます。きちんと入れてください。左右のバランスも見て入れてくださいね。入れ終わりましたら後ろに折り返します。長い部分を後ろに折って、曲がらないように一回少しマスクちょうど上のあたりで折ってください。でその下のところを半分ぐらいに折ります。左右から飛び出ないようにしながら折って、そこをセロテープで留めます。留め終わりましたら表を見てください。あとはシールを貼ります。向かって右側の上の方に少し斜めに貼っておくとおしゃれかと思います。これで出来上がりです。